はい、皆さんこんばんは。こんばんは、ワドツです。2018年3月の12日、月曜日の朝の3時47分です。よろしくお願いします。おはよう。ありがとうございます。アイテムありがとう、アマモちゃん。ありがとう。アイテムありがとう。キックさんいらっしゃい。ありがとう。アイテムありがとう、みんな。ありがとうございます。肉まんありがとう。肉まん8個ありがとう。無料アイテムありがとうございます。じゃんじゃんアイテムください。よろしくお願いします。レアとかもあるんだね。ありがとう、みんな。じゃんじゃん投げてください。あれか、赤が少なかったんだ。俺はね、多分赤ですね。5です、5。はい、こんばんは。いや、髪の切ったんじゃない？オールバックだね。オールバック。みんなありがとう。肉まんもありがとう。アイテムありがとう。肉まんもこれアイテムなのかな？限定アイテムなのかな？みんなありがとありがとうね。アイテムありがとう。はい、こんばんは。楽しんでって。俺は5ですね。赤です。メガホンありがとう。オールバックだね、今日は。何が楽しいかは人によるんじゃないの。楽しいから人が集まってるんだから、それぞれが楽しいと思って人が集まってるだけでしょ。ありがとう。アイテムありがとう。あ、寝てた？いらっしゃい。ありがとうございます、皆さん。無料アイテム配られてるんで、よろしくお願いします。頭の中が。あ、肉まんはクイズに正解すると肉まんがもらえるんだね。なるほど。コラボいいよ。肉まんありがとう。寝れなかった、マジか。寝れるといいね。サザンカさんいらっしゃい。肉まんありがとう。ラボ来てるな。もしもし。もしもし、聞こえてますか？聞こえてますよ。和蔵さんとは、過去絡んでもらって、はい。結局、何も通じてなかったっていう。和蔵さんって、ライブハウスとか経営してたの？はい、やってましたよ。え、なんぼから。はい、はい。なんぼからっていうか、何歳の時から。何歳？19歳ですね。ええー、
はい。なんかそういうのってどうなんだ。いや、どうなんだろうって言われても。なんかさ、はい、もうさ、はい、なんか和蔵さんが二人現れて、はい、あなたの街に0120あと引っ越しセンターへ。どうもゆかりです。こんにちは。これをどう紹介しましょうか。え、何？いや、今のハート引っ越しセンターを、あの、要件なんですか、坊主さん。俺はただダラダラ喋りたいだけ。あー、ごめんなさい、やってないです、受け付けてないです。いや、いいじゃない、ダラダラ身があるかもしれないじゃん。いやニーズないんで。ニーズない。はい、まあ、実は潜在的にニーズがあるかも。いや、ないっすね。なん、うん、おい、もう落としてんじゃねえよ、こら。おい、卵、おい、おい、卵、おい、落としてんじゃねえぞ、こら。おい、なあ、こういうの求めてるわ。おい、あとこの、お、裸、おい、裸、お前服着てんじゃねえぞ、こら。お前いつも裸でやってんだろうが、お前カッコつけて、お前タモリみたいなサングラスつけてんじゃねえぞ、こら。おい、お前裸でやれよ、お前なあ、風呂上がりのおっさんみたいな格好でやれよ、お前なあ。おい、お前何寒いからってお前服着てんだよ、こら。おい、裸でやれよ、おい、仙人。寒いから服着てちゃいけない。脱げよ、さっさと。何、もしかして上に言われたの？ねえ。ん？ねえ。おっぱいを出さないでくださいって。ね？エロ配信しないでくださいって言われたの？ねえ。言われた、言われた。18禁だからな、お前の配信な。俺は大人の枠だから。そうだよな。結構俺もさ、お前の配信見てさ、一回マジ立ったからね、本当に。なんで立ったの？いや、エロい。どこが？おね、本当にね、お願いがあるんだけど、谷間だけ見せてくんない？谷間。谷間ってなんだよ。谷間だけ見せてください。お願いします。本当に。マジでファンなんすよ。まあ、立っちゃうのかい。タモリさん。タモリさんって言われてもよ。じゃ、一回ちょっとそのさ、上着脱ごうよ。ああ、したらお前がしこり出すんだろ。え？したらお前がしこり出すんだろ。しこり出す？あ、絶対しこらないです。しこらない、しこらない。しこらないから。和蔵さんがお帰りになられた。せんちゃん、だらだら喋るつもりないよ、俺。お前、めっちゃ息切れしてんじゃん、卵、お前。せんちゃん。せんちゃん、悪いんだけど。うん。落とすよ。いいよ。お前、ちょっと千人自爆開け、こら。なん、自爆開いたって誰も来ないんだもん。まあ、来ないだろうな。いや、お前、位置変わるから落とすな。位置が変わるから。位置が変わるから、おでこ強調されちゃうから。ねえ、おでこが強調、お前のハゲが強調されちゃうから。ねえ、位置、落とすなよ、お前。急に、落とす、お前、なあ。おい。なあ。君は誰？俺はさ、本名聞いてんの？いや、本名聞いてないよ。何を聞いてきてんの、俺に。うん、もう一回言うね、君は誰？え？なんで？日本語わかんない？
Okay. Slowly? Slowly, please? うん、君は誰? Alright. My name is Obama. 何の用? Okay? Slowly? Slowly, please? Slowly?スローリーな、何の要件なのかな。ボロン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 。あ、あー、オーライ。あー、アイム、ハンバーガープリーズ。それ面白いと思ってやってんの。 I like 卵、エグ。エグ、大好き。要件はないってことでいい？要件？うん。まあ、要件っていうかさ、まあ、こういうのってプロレスみたいなもんじゃん。ね。お前はその一配信者としてさ、ね、卵って言われて、ね、何も言い返せないの？って思うんだけど。ただ単に。ね。ちょっとごめん、よく言ってる意味がわかんないわ。は？お前なんか酒とか飲んでる？頭回ってる？お前頭働かせろよ、お前ぼっとしてんじゃねえぞお前な。ね、だからとか一点張りでそうやって言ってたら、ね、済むと思ってんだろ？なあ。俺何も言ってないよ、ね。頭を働かせろ。な？頭を。お前のちっちゃいな？ね？チンパンジーみたいな小さい脳みそを働かせ。な？お前は、ね、どうせだからとかさ、でとかさ、それを言ってればいいと思う、とか思ってんだろ？な。これだからね、中堅配信者はダメなんだよ。わかる？ねえ。いや、わかんないわ。ねえ。ねえ。ハゲ。なあ。お前何首にさ、何してんのお前、首に。それ。かっこいいね。何やってんそれ。ほくろ？ごめん、君が何を言ってるのか何一つわかんないんだけど、何の要件なの？え、俺声入ってるよね。大丈夫？入ってるよ。入ってるよ。だからその首にあるのはほくろですかって聞いてんだけど。シミですかそれ。うん、いや、あの聞いてんだけど。いや、だからシミですかって。わかんない。何言ってるかわかんないじゃなくてさ、だからシミですかって聞いてんだけど。それはよくわかんないけど。あ、生まれつきあるんですか、それ。何が要件なのか教えてくれる？いや、要件は普通にまあ、友達になりたいなと思って。あ、無理。すいません。うん。あと、はい、手首につけてんのってさ、それ次元爆弾？ちょ、見して。はい、かっこいい、うん21歳。お前何歳？21歳ってどっから来たの？いや、お前知らねえの、お前。なあ。いや、質問に答えて。いや、お前抵抗してみろ、お前。おい。いや、抵抗してみろ。質問に答えて、21歳って何？ああ、いや、君お前が拳上げたから、ね、拳で抵抗してくるのかなと思ったから言っただけだろ？いや、そうじゃなくて、君は21歳って言ったのはどういう意味なのかを聞いてるの。いや、だから拳で抵抗してきたから21歳ってことなのかなと思って。うん、ごめん、日本語会話ができない。だからね、お前ネットで拳で抵抗って検索しろよ。な、お前がネタを知らないだけだろ、それは。なんであなたが知ってるネタを俺が把握してないといけないの？いや、ごめん。あなたが知ってるネタっていうかさ、ね。配信ね、やってる人なら、ね、それぐらいは知っておくべきだと思いますけども。ついていけないよ。何？配信者として俺に文句があるってこと？要件は。ついていけないよっていうか。いや、だから要件は友達になりたいなと思って。いや、その、ただ単にかっこよく。断ったから。だからもう一回見してっつってんの、そのね、次元爆弾を。それを言ってないから、質問に答えてもらって。だから次元。どうぞ。どうぞ。ごめん。うん。質問に答えてもらってもいいかな。君は配信者なの？え？
君は配信者なの？いや、違います。うん、僕は、次元爆弾のコレクターです。うん、あ、そうですか。はい。はい。さよなら。何笑ってんだよ、お前よ。お前、ちょっと笑ってんじゃねえよ、お前。いや、笑ってないけど。なあ。いや、落ちないけども落ちませんけどもねえ。さよなら。絶望的だな、本当に。ごめんごめん。無料アイテム、もしよかったらください。いやー、ひどいね。なんだろうね、あれ。一つ上がっていいですよ。うん。アイテムありがとう。無料アイテムありがとう。アイテムよろしくお願いします。あざす。いやー、頑張ったっつうか、よくわかんなかったわ、正直。うん。何が何だかわかんなかったわ。アイテムありがとう、みんな。日本語が通用しなかったね。ミースケおはよう。シュテファンっていうやつなの？リスナーさん？肉まんありがとう。劣った？そうかな。よくわかんなかったよ。いや、開封枠やろう。開封枠？ああ、開ける？ありがとうね、みんなアイテムありがとう。シュテファンのラジコン、シュテファンがわかんないからな。なんかちょっと会話が通じなかったね。会話が、彼が何を言ってるのか全然分かんなかったよ。なんか次またコラボ上がってくるみたいよ。どうぞ。あ、結構何コラボに上がってくる人なんだ。初対面でね、絡みない人からね、なんか言われてもわかんないからね。あれ、トツ上がってこないの？うん、来た。あ、あ。もしもーし。あれ？トツ上がってない。もしもーし。トツ表示されてる？コラボ。みんな。あれ？出てた。トツ上がりたい人は上がってきてね。ちょ、よくわかんなかった。みんなありがとう。三国志アイテムありがとう。たくさんください。はいはい、もしもし、もしもし、聞こえる？聞こえる。はいはい。棒読みってこっちがあれかオンにしてるんかな。知らないよそんなの。俺棒読み使ってないもん。なんだよ、喋れよ。棒読みがかぶって、島津さんでしたっけ？うん、棒読みがかぶってんの、そっちでコメント読み上げしてるからじゃないの？島津さん。いや、あの、島津って名乗ってないけど、俺。島津さん。要件は、要件は何？あ、もうあかん、棒読みあかんは悪い。何なんだよ。意味がわかんねえな。
兄さん。あ、どうも。お疲れ様です。あれ、お疲れ。先ほどの方はどこ行ったんですか？よ、わかんないっす。あ、そうなんだ。俺、あいつになんか、落ちかけてきたから、ちょっと文句の一つも言ってるかなと思ったんだけど。ああ。聞こえますか？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 コッペ回ってる音。全じゃん。然聞こえてるんですけど。コッペ落ちて落ちて。全じゃん。じゃあ、コッペ落ちコッろ。ペ落ちろ。バカばっかりやな、ほんと。和藤さん、はじめまして。はじめまして。座布団です。座布座団布さん団かさな、んかな、誰だ誰ろう、だ声ろう、回っ声てん回の。ってんの。あ、座布団です。座布声団がさん、イヤホンさされイてヤまホンす？されてます。はい、今、イヤホンマイクはこい、れ言いまやっしてるんた。ですけど。聞こえま誰しだろう。た？多分座布団さん座布が声団さ回んっがてる声んす回っよ。てるんですか？へっイヤホへっンいいですおかちゃね。ば、いや、左下の方知ってるんだよ多分、な。座布団さんの設定が誰だっ悪いっけ？す。レインさんか誰かのお友達かな。どう？治ったかな？治りましうん、た。顔し、イヤホン捨てますね、もあ、了解です。捨てましょてんね。マジかよ。う。あれ、和道はい。さん、はい。タトゥーとかって興味ありますか？タトゥー入れてないですね。興味ありますけど。もう、彫り師やってるんですけど。おー、そうなんですか。はい。ちなみにどんな作品が今まであるんですか？これ写真一回いろいろ写してみますか？ああ、見たいですね。どういうタトゥー？何系のタトゥーですか？でもタトゥーの写真はないけど、ちょっと自はい。分の夏描いのた版自己画紹ならいっ介。ぱい持ってるよ。見える？持ってこようか。ほうほうほう。何系のタトゥーなんですか、座布団さん。三段にぐっすらあるわ。基本は彫りですね。あ、和彫りなんだ。僕、あれなんですよ。洋彫り好きなんですよ。ちょっと持ってきていい？今3階の物置から上がって、見つけてこなきゃいけないけど、そんな腐る全な。然、自由でいいですよ、全然。はい。どうすかな？今3階から持ってこようか、洋彫りが好きなんですか？少しだけ時間空けてくれる？大丈夫ちですょっとよ、持っ大て丈く夫でるすよ。わ。はい。僕、トライバルとか好きですね。トライバル似合いそうですね。ありがとうございます。はい。シルバーのアクセサリーとかはどうしてるんですシルバー、そう、まあ、好きなのをつけてますね。か？なんか。あれ、特作っにブてラまンす？ドとか。作ってますよ。作ってるけど、まだ完成してないんですよ。はい。そうなんですか。はい。なんかタトゥー似合いそうだなと思って。もう彫り師長いんすか？12年目になりますね。おー、すごい。なんか、法律が変わりませんでしたっけ？タトゥーって医師免許がどうのこうのみたいな。まあ、自分の場合、12年間潜りやってるんで、はい。表舞台に出てないでずっと潜りで、アングラな感じでやってるんで、あんまり。これで多分羽織ってないと思いますけあ、ど、大丈大夫、丈夫で大すか？丈夫。あー、大オッケーで丈夫。す。はワいトさん、はい。つまんなくないですか？なんか、今、なんかよくわかんない、ぐだってて。つまんないですよね。なんか、和彫りとか、なんか、入れ墨とか、なんか、つまんなくないですか？いや、和彫りでようやくトークが始まった感じがしたけど、俺は。いや、でもなんか、ぐだってつまんないですよね。そんな話。いや、そうじゃ別なくに。て、なんかイベント今参加してらっしゃいますよね。何のイベント？いや、だからなんか、大三国志ですって、だから。それちょっと上位狙ってもらえないですか？
なんでかって、僕、3000円もらえるんですよ、赤で買ったら。あ、そうなんだ。僕、確かなんか28位とかだったんで、和道さん頑張ってください、本当に。頑張ります。いや、だから、その、イベント、アイテム、花火とかいらないから、とりあえず、その、有料アイテム、イベントの480円のあるじゃないですか。ね、それ、限定で、みたいな感じでやってもらえないですか。俺、3000円マジ欲しいんですよ。赤で買ってもらわないと。いや、まあアイテムは俺が決めることじゃなくてリスナーさんが投げるもんだから。まあそれわかるんすけど、なんかそこちょっとどうにかお願いできないですか。なんかもうほんと花火とかいらないから、イベントアイテムのいでみたいな感じで、なんかその左のなんか変な帽子かぶってるおっさんがなんかよくわかんないジェスターやってるんすけど、僕はなんかそれどころじゃないんすよ。それ構ってる暇ないんすよ。そんぐらい僕マジで必死なんで。じゃあ頑張ってもらえないですか。本当に頑張ります。はい。なんでもうなんかもう勢いよく、うるせえんだろよこの野郎。なんかめっちゃ切れてんだけど。え、なんで切れたんすか。な、アイコスってなんか、なんで生きってるんすか。なんか帽子かぶって。なんか部屋の中なんか帽子かぶる意味あんすか。ないっすよね。え、なんか鼻の穴になんかアイコスを入れるんすかこれ。なんか何も面白くないっすよ。あなたなんか和道さんの放送邪魔してるだけっすよ。なんか和彫りがなんか洋彫りがとかなんかぐだ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 話して、リスナーさん何もあれっすよ、そんな話興味ないっすよ本当に。あ、なんか黙っちゃった。あれ、じゃ大丈夫っすか。そうそうそう、リスナーさん、みんな無料アイテム投げてください。本当に有料でもね、花火いらないんで、有料アイテムは全部、あ、レア、ありがとうございます。レア、あー、よくやった。さあ、匿名三国っち。花火投げるんだったら、2発、投げておけよ。イベントアイテムね。そしたら、俺も確実に3000円もらえるから。イベントで勝負したら。肉まんね、そう、そういうこと。うん。ありがとう、みんな。うん。あれ、なんか、服脱いでる人、空気かなこれ。あれ、なんで脱いでんのこれ。おー、すげえ。あ、入れ墨自慢っすか。え、これなんか、して何になるんすか。え、して何になるんすか。え、髪の毛いじって、何やってるんすか。何を表してるんでしょうか。出てきた。疲れた。お疲れ様です。相当古いな、この版画。版画ですか。ちょっと、全部出してみるわ。はいはいはい。疲れた。さて何が出てくる。いや、何が出てくるかわかんないですけど。はい。はい、今ビトンか、3階から引き出してきた。はいはいはい、ビトン。え、3階からってあなた今何階にいるんですか。2階。え、なんで2階から3階まで上がるためになんかそんななんか、あれなんですか、なんか疲れてるんですか、体力ないんですか。いや、ちゅうかね、3階ね、階段が急で、登るのが大変なのさ、そう。ああ、すげえすげえ。物置き部屋だから、三崎基本は。いや、それなんかその自分の体力ないだけでしょ。うん、そうだよ、体力ないよ。ヒーヒーってのも。おっさんだから、ね、しょうがないね。で、お酒飲んでるし。なんだこの入れ墨の人さ、これさ。なんなのこれ、なんか。あ、いっぱいあった。何も頑張ってないじゃん。そもそも、この入れ墨見せてなんか生きってる人。いや、わかるよ。なんかその、2階から3階に、ね、上がるだけでも、その、ね、体張って、みたいな、なんか、ね、すごいわかるんだけど、おっさんだから体力ないから、この、なんか入れ墨見せてる人は何もやってないじゃん、これ。いや、君もおっさんになったらね、あれだよ。俺もおっさんだからもう。体力なくなるよ。うん。いや、俺もずいぶんおっさんだから、こう見えて。これ、墨入れの道具。え、なんで持ってるんですか、うん、墨入れの道具。墨入れの道具をなぜ持ってるんですか。それは秘密。うん、ああ。じゃあなんで見せたんですか。なんで見せたんですか、じゃあ。秘密なのになんで見せたんですか。あ、それはね、見せていいかなと思ったかな。うん、でも、なんかその理由説明できないんだったら、見せるべきじゃなかったんじゃないですか。ハンドボリです。で、なんかその、入れ墨見してる人何か言ってますから、あなた空気ですよ。すげえなぁ。ねえねえ。なんかある。
お腹めっちゃ出てませんか。炭入れる道具。炭入れる道具は、はい。てか、なんか中途半端じゃないですか、この入れ墨。なんか腕はなんか一丁目なのに、なんかお腹がなんかすごい、なんか、あんまり、そういう、その、なんか手の込んでないから、なんか、って感じっすよね。ああ、俺ね、今見せてんのね、俺やってるわけじゃないの。俺の知り合いの人が今、刑務所入ってて、で、預かってる人の、やつを、はい、あの、ちょっと、見させてもらってるだけ。うん、ああ。それだけ。うん。それだけ、それだけ。ちょっと、座布団さん、いいですね。座布団さんが、今、はい、こちらの方が座布団さん、あ、座布団さんじゃないか。ごめんなさい。座布団さんが、この堀市の方ですね、皆さん。和道さん、どっちもなんか、よくわかんない、うん。ちょっとお前うるさいから黙って。見ればわかるでしょ。お前うるさいから黙って。座布団さんが堀市の方で、今、のぼるさんです、ね。堀市の方が、堀市の方が見れば、多分ね、理解してくれると思う。うん。のぼるさんがいい、ね、今、意識全部見せたから、で、うん、こういう感じ。うん、見えます。なるほど。見えます、見えます。うん、はい。こういう感じ。はい、うん、はい。これ、俺、堀市じゃないですよ。俺の指令が堀市で、はい、今、刑務所に入ってるだけで、で、物を預かってる立場だから。うん、なるほど。うん、その堀市の方はなんで刑務所行っちゃったんですか、うんうん、それは、ごめん、言えない。アホだからですよ。それは言えない。うん。あと、こういうものとか。加藤さん、アホだからですよ。ちょっと静かにしてもらっていいかな。あ、そう、あ、ありがとうございます。それで。あ、全部、すいません。この馬面のやつですよ。馬面。はいはい、わかりました。すいません。はい、はい、すいません。いいなぁ。面白い。のぼるさんが、なんか、のぼるさんはちなみに、なんですか？リスナーさんなんですか？配信者さんなんですか？配信者でもあり、リスナーでもあります。うん、はい。どれくらいやってるんですか？もう配信は。いやーまだまだ、ひよこです。うん。あと、こういうものとか。おー。はい。何系配信者なんですか？のぼるさんは。まったり系です。あ、なるほど。はい。まったりですね。なんか、あとはね、見せられるものと、あとね、原画がいっぱい出てくるんだけど、これ見せてみようかな。はい。原画だけならこういう感じ。見える？あ、見えます、見えます。これ原画。うん。はい、これが原画。はい、うん。はい。すぐ3階に戻すけど、うん。はい。俺のもんじゃないから、うん。ああ、なるほど。うん。ちょっと、あれですね。のぼるさん、奥田民生に似てますね。あ、そうなんですか。なんかちょっと、奥田民生っぽいですね。ああ、芸能人の方ですか。うん。本当はもっとね、いっぱい見せたいもいっぱいあるんだけど、まあこんだけ見せればいいかなって、はい、なんかワードンさん、なんかすみません、ちょっと喋って、なんか入れ墨してる人、何してんすか、この人、ちょっと聞いてもらえないですか。直接聞いて、直接本人に。何やってんの、こういう、なんか入れ墨見せてる。こういう本があって、中身がこういう感じで、はいはい、うん、こういうパラパラっと、はい、こういう感じですか。このひげ生やして。お腹ぽっくりで、うん、なんか髪長くて、落ち着きないな、この人。ああ、それは、ヌさんに言われたら、それは俺は、カメネガです、うん。これ何年前のネタだよ、それ。爪楊枝事件何年前のネタだよ。なんかさ、受け狙いでやってるつもり、つまんないっすよ、ここの入れ墨の人。これ何やってんすか、これ。いや、ただ、いや、ヌさんには申し訳ないけど、はいはい。ちょっと今酔っ払っていて、ああ、酒飲まないとの、そう、ちょっと、あ、これはちょっと見せねばダメかなと思って、で、今、配信者じゃなくて、うん、リスナーの方も入れずに見せて、秩父だっけ、うん、秩父見せて、
うん。結局そういうことになるじゃないですか。なるほど。これ七分ですよね。背中入ってないのかな。背中入ってるのかな。背中入ってます。背中も入ってるみたいですよ、座布団さん。座布団さん、あ、そうですか。がっつり入ってますよね。あさあ、うん、入れ墨を消した方がいいよ。でも、それやるんだったら。うん。あまり見せない方がいいですよ。うん、だからダサいからなんかもうあのね、焼くんだったら入れ墨やった方がいいよ。もう絶対ダサいからこれ。お腹の部分がなんかもうあれじゃん。配信のネタで脱いでやってんだろ、この野郎。なんで切れてんの？でもね、お腹なんなの？これなんでさ、なんか腕周りとか、すごい入れ墨なんか凝ってんのに、お腹だけ何にもないの？不安定で、これなんか。安定してないよな。お腹の部分見してみや、君。入れ墨。なんでなんか腕周りだけ、あんのに、お腹、なんか、不十分なの。その中、鬼殺し。鬼殺し。鬼殺し似合うな。鬼殺しラッパっていく。シャレ、俺のシャレ。だから、もうなんか、生きるんだったら、なんかもうそれ全部飲んだ方がいいよ。もう何胃の中で混ぜるんですか？ちょ、ザブトンさん、なんで、胃の中で何と何に混ぜたんですか、今。はい。なんか二つ持ってませんでした、紙パック。いや、一つですよ。あ、一つですか、はい、鬼殺しラッパで行くスタイルなんですか。はい。ストロータイプのやつがちょっと切れちゃったんで。ああ、なるほど、はい。おー、ロックですね。ラッパタイプですね。こんなに鬼殺しに合う人、見たことないです、僕。俺、鬼殺すんですよ、すぐ。あ、鬼殺すんですか。そんな根性なさそうですけどね、お腹が出てて。お布団さんなんですね。うん。座布団だよ。あ、座布団なんですか。あ、すみません。何なんだよ、これ。あ、ギター。はい、もしもし。あ、みんなフォローしますね。うん。あ、自己紹介お願いします。自己紹介お願いします。あ、もう喋りすぎじゃん。俺っすか。やつら。はい、新しく入った方お願いします。喋れてねえじゃん。俺は喋んないとこれダメじゃん、そしたら。一番口数多いの俺じゃん、これ。入れ墨入ってるおっさんだが、なんか変な髪自慢してた、なんかヒゲのおっさんだがさ、ぐじ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 喋って、俺が喋った方があいつら伸びんじゃん、これ。このなんか今入ってきたです、人すらさ、何にも喋れてないし。ちょっと黙って。ちょっと黙ってて。はい、新しく入ってきた人、自己紹介お願いします。ちょっと黙ってくんないかな。もしもし、聞こえてますか？新しく入ってきた方。ランマルさんですか？ランマルさんという方聞こえてますか？ランマルさん？わー、少数ウルトラセマレア、おめでとう！ありがとう！さあ。ありがとうございます。赤が勝ったら俺が3000円もらえるんすよ。ありがとう、ね。ありがとう。あ、そうなんだ。肉まん、ありがとうね。肉まん、ありがとうね。めぐしありがとうね。あ、いいね、いいね。まあ、すみません。はい。また時間。のぼるさんいなくなっちゃうんですか？ちょっとのぼるさん絡みたいですよ、僕。いや、物を3階に返さなきゃいけないから、俺のもんじゃないから。待ってます、待ってます。ちょっと、つないどいてくださいよ。うん。はい。入れ墨の、ミスター親父じゃねえから、ごめん。それはちょっとごめん。どういうことですか？どういうことですか？ザブトンさんになんか、なんか俺に言おうか。俺が、うん、俺いや、うん、用事はないよ、一切。うん。用事はないよ。また会おうね。うん。なんかコミュ障の会話みたいですね。なんか和道さん、なんか口を押さえてますけど、なんか察してるんじゃないですか。のぼるさん大丈夫ですよ。2階、3階に片しちゃって。
あら。なんで和道さん笑ってるんですか。和道さん笑ってますよ。なんですか。ちょっと教えてくれませんか。なんで笑ってるんですか。あれさ。なんかこんな露骨になんかの笑いが起こるやつみたいな、なんか本当にうるさいお前。ちょっと黙ってて。はい。先生、へいっす。こんばんは。うるせえな、こいつもうるせえだろ。らんまるでーす。らんまるさん、ちょっとマイクがでかいんで、もう少しマイク離していただいてもいいですか、らんまるさん。はーい、了解でーす。これくらいで大丈夫ですか？ちょっとでかいですね。マイクの音下げられますか？お、スーパーレアありがとう。これくらいで。ちょっとでかいですね、なぜか。らんまるさんだけ。マイクの位置が近いのかな？これだとどうでしょう？ちょうどいいですね。らんまるさん、はじめまして。どうも。あ、はい。ありがとうございます。あ、らんまるさん、もしよかったら自己紹介お願いします。あ、できないっすか。読み上げすごいですね。読み上げは僕。自己紹介できるほどの内容だった。らんまるさん、読み上げはこっちの設定じゃなくて、らんまるさんの設定ですよ。はい、わかってまーす。はい、らんまるさん、自己紹介お願いします。あ、はい。関東住みの、らんまると申します。了解了解。はい、分かってる分かってる。よろしくお願いします。うん。うん、ああ、姉さんと一緒に絡んでたっすね。うん。え？姉さん。ご存知ですか？あ、知ってるよ。だって、俺一緒にいたじゃん。うん。え？レイさんと絡んでたじゃん、俺も。のぼるさんいいわ。そうなんだ。のぼるさんはちなみに、あ、なんすか、なんすか、座布団さん。はい。え、なんか言いました、今。のぼるさんって助かりますねって。そうですね、なんかのぼるさんがいいキャラですね、なんか。はい、のぼるさん、はい、ここに上がれてるのかなまで思うっすね、うんうん、のぼるさんはちなみにのぼるさん、ちょっとのぼるさんが気になるんで、なんかこうプロフィールというか自己紹介的なのをお願いすることってできますか。なんかこう今までこんなことやってきたとかなんかこう今何してるとかいやー別段何もないけど、ただ一つ言えるのは自営業やってます。ああ、自営業、うん、なんかジャンルというか何系のお仕事なんですか？そうだね。建築関係だね。ああ、うん、なるほど。もう長いんですか？建築関係の、もう長いね。もう2、30年やってるから、うん。おお。そうだね。うん。だから、そんな感じかな。うん。あれ、さっきの人はちょ飛んじゃったの？はい。いや、言いますよ、言いますよ。今4名。ああ、いる。ああ、そうなんだ。うん。うん、いや、ね、俺の知り合いとの、出会いがあったからさ、嬉しくてさ、お久しぶりやな、つって。うん。はい。さっき会ったじゃん、とかって、あ、さっき会ったじゃん、とか言って。笑っちゃうね。チキンラーメンうまそうっすね。お湯入れたら美味しくないんですよ。このまま食べる、ベビースターラーメンのチキン味あるじゃないですか。そう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 、パリパリ、パリ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 ね。うちもようやります、それ。あ、タブトさん、チキンラーメン好きなんだ。タブトさん、チキンラーメンの美味しい食べ方って何すか？やっぱり卵入れるとか。いやいや、生で食べるんですか？ごめんなさい、ランマルさん、やっぱりマイク離してもらっていいですか？めちゃめちゃ音のボリュームうるさくて、申し訳ないですけど。すんません。これくらいでどうですか？はい、これくらいだと大丈夫ですけど、はい。はーい。まあ、でも、あとはね、肝臓がいかれてるね。うん。肝臓がいかれてる。うん。肝硬変にはないけど、うん。
脂肪肝かな。うん。おお。まあ、肝臓。あ、音量ってうちのことかな？そうです。ごめんなさーい。はい。あとなんだろう。なんか いっぱいありすぎて答えが出ねえんだけど。ああ、もう全部セリ、のぼるさんの全。これぐらいでも大きいですか？ちょっと大きいですね。はい。ヒデ好きなんですね。うん、俺無口だからたまに誰かに振って、うん、いやもう本当に自由に喋りましょう。自由に、はい、うん、自由にね、うん、自由に喋りましょう。俺も自由に喋ったっていうか、自由に表現した、うん、ブリブリ、いやブリブリはダメでしょ。ブリブリはダメっす。ザブトンさん、ザブトンさん、聞こえる？俺と喋ってくれたね。ザブトンさん、聞こえる？ブリブリはダメです。ザブさん、はい、いや、ようやく和道さん喋ってくれたなと思って今。光栄ですよ。ザブさん、聞こえる？はい、背中見たい。いや、いいっす、そういうのも。うん、なるほどね。見せたいときに見せます。うん、ただ見せたいときに 見ればいいっていうわけですね。わかりました。結構字幕で見せてるんで、うん、ぜひ、うん、了解です。こんなもんでどうでしょう。あ、まあまあいいですね。まあまあ大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫ですね。だいぶいいですね。はい、了解でーす。はい。蘭丸さんは配信者なんですか？蘭丸さんは配信者の方なんですか？蘭丸さんはさ、配信者なの？いやー、はい、多分配信者だと思うよ。ランマルさん聞こえますか？はい。聞こえ。ランマルさん聞こえますね。ランマルさんは配信者なんですか？はい、そうです。あ、そうなんですか。ふわっちでやってるんですか？はい。あ、どんな配信をされてるんですか？まあ、つまんない雑談です。はい、そうですか。つまんない配信じゃないっすよ。だって、蘭丸さんで俺、笑ってるもん、今。あれ？あー、200人突破してんだもんな。あっちもちょっと飛んじゃうもんな。あー、ハッソモさんまた来てね。ありがとうね、ハッソモさん。ごめんね。うん、どうしようか、これ。シューシューお願いしますね、なんていうんですか、期待してます。和道さんの器量。いや、ちょっと、器量というか。器量じゃもうねえじゃねえと思うけど。器量というか。器量で、ちょっとお願いします。僕は個人的なことを言うなら、戦略を立てるとすんなら、のぼるさん集中特化が作戦としてはいいのかなっていう判断をしてますけどね。多分ね、俺なら、多分
俺ならそういう作戦取るわ。そうですね。うん、今日はのぼるさんの回かなって僕は思ってますね。うん、のぼるさんちょっとお願い。あれ、ランバル、バチタイだったですか、うん、はい。はい、はい、なんですか。ちょっと待って。仕方なんだよな。のぼるさんお願いがあるんですけど、ええ、カメラをもうちょっとアップにすることってできます？ああ、できない。あ、できない。残念だな。うん、ちょっと、のぼるさん、もうちょっと顔を大きくしてもらえたらありがたいなと思って。ああ、無理だわ。うん。タブレットだから、うん。あ、タブレットなんですね。うん。うん、そう。うん、そう、残念ですね。のぼるさんは、あれですか、配信も好きなんですか？だいぶ見てるんですか？そうですね。配信も月じゃねえや。毎日、必ず1回はしますね。もう何年ぐらい、こう、見てるんですか？見たりやったり。いや、まだ、本当に初心者ですよ。うん。まだまだ、1年目はね。うん。うん、うん、うん。うん。どうして配信やってみようかなっていうきっかけを教えてください。きっかけですか。きっかけは、はい、ツイッターだな。うん。ツイッターがきっかけだね。ふわち始めたのは。おお、うん。配信者は誰が好きなんですか？もし、場違いやったら落ちますけど。いや、あのね、ランマルさんね、場違いがどうとかじゃなくてね、タイムラグがありすぎて会話ができない。なんか時差がありますよね。時差がすごいよね。もしもして、ランマルさん？はい。会話ができない。せやったら落ちた方がええですかね。いやいや、いや、会話ができるんだったら、会話に参加してもらいたいんですけど、問いかけてるんですよ、僕、ランマルさんにずっと。ランマルさん？はい。僕、ランマルさんに話題を振ってるんですよ、さっきから。あ、そうなんですか？そうなんです。で、ランマルさんが、はい。はい、お答えにならなかったので、仕方をされてるのかなって思ったんですよ。はい、ああ、ごめんなさい。はいはいはい。ランマルさんおいくつぐらいなんですか？もう、ババアです。ああ、なるほど。はい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 、はい。ランマルさんも配信好きなんですね。あれ、ババアとは何歳からババアになるんですか？35超えたらババアです。ヒデが好きなんですか？ぐちゃぐちゃに言われないよね。X ジャパンのヒデがお好きなんですか？はい。ヒデは大好きです。ああ、かっこいいですよね。はい。はい。35超えたらババアなんですね。あれですか？僕は質問をしないといけないんですか？全員に。いや、そんなことないですよ。大丈夫ですか？普通通りで。なんかね。はい、ごめんなさい。キャッチボールして。はい、はい、了解です。なんか尋問されてるみたいで嫌な気がする。ですよね。うん。ほんと、尋問に答えなきゃいけないのかなと思って。うん。はい。じゃあ、普通にやりますね、僕も。うん。うん、ちょっともう一本ぐらい巻いて。いや、仕方はしてないんですけど。はい。45前後。ああ、なるほどね。はい。ババア、BBA です。え？あ、でも、いい年じゃないですか。うん、40代なんて。最高にいい年齢ですよ、女性として。うん、あ、ありがとうございます、うん。俺好きだな、40代って。大好きだな。うん、なんか、黒木瞳みたいな感じですか？ 40 代のイメージって。いや、黒木瞳じゃなくて、人として好きだな。人間として。黒木瞳、うん、なんか40代っていうと、黒木瞳っていうイメージなんですよね。
いや、黒き瞳を基準にすらダメだと思いますけど。え、なんでですか？だって、あの人は特別な人じゃないですか。別格ですよ。うん。こんばんはー、はい、あ、こんばんはー、バニーさん。こんばんはー。上がるときあるんだ、うん、初めて見た、バニーさんが。こんばんはー、うん、まあ、こんばんはー。もう、こんな243人もいるところでやっちゃうよ、俺は。いいんですか？いいんですか？バニーさんらしいな。ダメなんですか？どうぞ。はじめまして。どうぞ。うん。はじめまして、ランマルです。よろしくお願いします。はい、ランマルさんいらっしゃい。超有名だからな。よろしくお願いします。皆さんいらっしゃい。いいよ。どんどん。どん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 。いいよ。はい。どんちきどんちき。どんちきどんちき。よっしゃ。うん。どんちきどんちき。祭りだ祭りだ。どんちきどんちき。祭りだ祭りだ。わっしゃい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 。花火花火どんちきどんちき。来ないな。花火。さっさと花火。はい、どうぞ。花火。うん。大花火、どうぞ。どんちきどんちき。さっき上がったもんだからな。いや、知らないけどな。そらな。うん、はい、さっさら。やろうぜ。祭りだ、祭りだ。イエーイ。祭りだぜ、イエーイ。うん。楽しみに行こうぜ。だから、うん。飲んでる？みんな。あんたたち？飲んでるよ。あんたたち？あんたたち？あんたたち？何何？あんたたち？行くわよ。いいわね。OK。OK。行くわよ。いいわね。いいよ。いいよ。キャピー！どんどん。ウェイウェイ！キャピー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 ！ドピュー、ドピュー。いや、チップスターじゃん、それ。チップスター。ね、チップスターやめて。チップスターやめてください。いいね。バニーさん、いいよ。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、バニーさん。いいよ、いいよ。うん。いいよ。なんかバニーさん来たらすっげえ盛り上がった。うん。あんまら嬉しい。うん、いや、和道さんの盛り下がってるけどな。うん。だいぶね。いや、だいぶ。和道さん僕は。はいはい。だいぶ盛り下がってますね。うん。いや、まあ。まあ、いや、まあと、まあじゃなくて。やばい、ぬせが盛り下がる。お願いします。どんどん、前に出てきてください。前に。どんどん前に出てきてください。だいぶ下がったけど。だいぶ下がっちゃったけど。いや前に出てきてとかじゃなくて、うん、僕からしたら初対面なんですよ、うん、全員。うん、いや、もちろんもちろん、そうだ、そうですけどね、うん、はい、もちろん、はい、あ、そうなんですよね、うん、それで、だから、いや、初対面だからこそ、だってあなた主じゃないですか、うん、いや、まあそうですね、しかも大手の、超大手の、うん、超大手の、いや、大手ではないですけど、うん、だから出てきてくださいよ、なんでそんな下がっちゃうのね。いやいや、あさっての方に行ってんの、あさっての方に、しあさ、しあさってぐらいに。もしもし、どこ行くんすか、もしもし、おしおし、おしおし、もしもし、和道さん、いや、バニーさん最高、うん、なんですか、和道さん、すげえ遠いって、見えないもんだってこと、見えない、見えない、全然見えないし、大丈夫っす、大丈夫っす、いや、全然大丈夫ないし、うん。バニーさん一番だな。じゃあ、え？なんか、あんな、おお来たこれドンチキ、はい、来たこれドンチキ、ドンチキドンチキ、ドンチキ、来たぞドンチキ、ドンチキ、匿名、ありがとう。はい、匿名さん、花火、ありがとう。どんちき、どんちき。うん、どんちき。和道さん。はいはい。花火、どんちき上がりましたよ。うん、ありがとうございます、花火。
うん。ワドさん、どうしました今日は。いやいや、どうしましたって別に。飲みすぎたん飲みすぎてんの飲みすぎてんですか。いや、飲んでないですけど。え、じゃあ飲みましょうよ、じゃあ。うん、僕、お酒飲まないです。あ、そうなんだ。はい。お酒飲めないんだ。いや、飲めますよ、多分。この中で一番強いと思いますよ。ああ、はい、はい。じゃあ飲みましょうよ。いや、飲まない。じゃあ飲みましょう。いや、お酒嫌いなんですよ。嫌いなの？はい、ね、アイスが好きなんですか？ソフトクリーム。冷たいのも嫌い。いや、僕はバージンですよ。うん。はい。いや、のぼるさん、何それ。わかんない。いや、わかんないじゃん。わかんなくて見せてんじゃないよ。はい、肉まんありがとうございまーす。こっちが余計わかんねえわ、うるせえな。余計こっちがわかんねえわ。うん。肉まん？肉まん、ああ、肉まんなの？そうなの？いや、うん、あ、そうなんだ。はい。今みさん、肉まんありがとうございます。肉もありがとう。もしもし。あ、どうも。もしもし、はい。どうも。どうも、和田さん。はじめまして。はい。どうも、はじめまして。はい。大丈夫です。よっしゃ。どうも、はじめまして。どうも、はじめまして。どうも。他の人黙ってもらっていいですか？僕、和田さん好きなんで、単純に。ありがとうございます。はい、タモさんちょっと声が小さいみたいなんでボリューム上げてもらっていいですか。え、ちっちゃいですか。少し小さいですね。っていうか多分周りの人がでかいんだと思うんですけど。ちょっと離れるね、うん、ちょっと今イヤホンできる状況じゃなくてちょっと、はい、すいません。あ、じゃあまあそのままちょっと大きめで声張っていただけると嬉しい。あ、はい。え、大声で叫べないですか。ちょっと聞き取りづらい感じですね。多分リスナーさん何言ってるかわかんないと思います。ターボーさんが。ほんますか。はい。今全然ダメですか。うん、ギリギリ聞き取れる感じですね。え、そんなにちっちゃい。はい。すいません、なんか頑張ります。はい、頑張ってください。はい、はい。あ、てか、和道さん、あ、え、はい、和道さんだよね。和道さんでいいんですよね。ガドーさんには和道さんでいいの。はい、合ってますよ。和道さんでいいですか。合ってますよ。はい。よろしいですか。うん、はい、よろしいですよ。うん。なんで座布団、なんで座布団笑ってんの。でも笑ってるし。俺も笑っちゃうわ。まあこれはちょっと聞いていいかどうかわかんないけど、わかんないんですけど、はい、今あの巷で何か言われてる、あの竹本さんが亡くなったっていう、はいはいはい、お亡くなりになったって、バーニーはバカじゃないの本当に、はい、それはどう思いますか。いや、悲しいですね。いや、それ本当なんですかね。バリー舐めてんじゃねえ。いや、知りません。いや、和道さん、わかんないですか、それ真相は、真相心理は。いや、真相心理はわかんないですけど。うん、真相心理はわかんないです。真相心理ってなんですか。いや、あの真相、真相ね。うん、真相。真相はわかんない、ね。わかりませんか。わかんないですね。バニーさんどこ見てんの、うん、角度。何が？和道さん見てんの。和道さん、ちょうどいい角度見てるけど。何が？俺？和道さん見てるの。
いいんだよ、そんなのは。どうでも。だから見てるよ。俺は全員見てるよ。全員見てるよ。ちょうどいい感じだからさ。だから、あなたを見てるよ。あなたを見てるし、全部見てる。うん、いや、ちょうど。いや、角度が違うんだって、そこは。うん、ね、いい感じ、いい感じ。あるいい感じ、うん、そうなの、うん、いい感じ。もうちょっと見て。いや、そうじゃなくてさ。いや、そうかな。俺、いい感じだと思うよ。うん。全然いい感じ。うん。うん。何さんか何さんいい感じって。なんでその、なんで俺をそれで、わけわかんないの、ね、ちょうどいいとこ見てるから、ね。正直に思う、うん。いい感じだよ、バニーさん。うん。そうなの、うん、うん。うん。深い意味だから。まあ、これぐらいが一番いいでしょ。多分な。うん。そう、ちょうどいいでも、でもね、そうじゃなくて、そんな話をしてんじゃなくて、あのね、和道さんとね、今話してるね、はい。ああ、全然何でも答えますよ。はい。だから、はい。その、竹本さんどうなったんじゃ。どうなったんですか。言ってください。言ってください。和道さん。知らないっす。竹本死んだんじゃないですか。ああ、そうなんですか。はい。じゃあそれで決着つけていいんですか。いや、よく意味がわかんないですけど、決着っていうのは。いや、うん、質問の意味がわかんないです、ごめんなさい。決着って何ですか。あっちこっち、そのさ、話が試行錯誤してるじゃん、うん、飛び交ってるから、うん、死んだのか死んでねえのかってね。うん、それどう思いますかって。いや、死んでても死んでさ、答えが出るわけないじゃん。バカすぎない、うん、それ。だから和道さん的にね、どう考えてるのかなと思って今聞いたんだけど。いや、まあ死んだら悲しい。生きてたらいいんじゃない、うん、っていう。結果出ないよ、絶対。バカでしょ。いや、だから俺、和道さん的にどう考えたのかって聞いただけ、ただ単に今、うん。どう考えるっていうのが分かんなくて、いや、悲しいっすよ、死んで。うん。はい。うん、バカも含めちゃくそもねえだろうな。ああ、バカできるでしょ、本当に、うん。タイミングもそうだけど。ね、でも、和道さんは、はい。誰と付き合ってるんですけど。付き合ってるっていうのは、どういうことですか。チーメロと付き合ってるんですか。なんだこれは。チーメロっていうのがわかんないですけど。ん？全員に聞きたいんですけど、全員に聞きたいんですけど、何しに来たんですか、皆さんは。俺はタイマーを吸いに来ました。うん、俺は、はい、シャブやりに来ました。シャブ中と大麻と、はい、俺アル中アルコール飲み飲んでる、うん、アル中ね、うん、シャブ中大麻中毒アル中、うん、で、うん、でアル中こっちかで、うん、ヘロインもやってるかな。コカインもやってるよ。コカインもやってるんですね。じゃあ、やってるよ。オーバードーズ。うん。アナルセックスもやってるしな。うん、なるほど。例えばっすよ、はい。はいはい。女、性器の中に、はい。電球を突っ込むんですよ。女の人の性器に、はい、電球を突っ込んで。で、力入れさせて割るんですよ。はい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 。もう座布団落ちねえじゃねえかお前。いや、その時点ですっげえ怖いんだけど。鳥肌立ってんだよ、こっち。落ちねえじゃねえか。座布団さん？うん。はい。めっちゃ鳥肌立ってんだけど。うん、落ちねえんかい、ほいで。いや、そこで何？男性にも そこに何電流を流すの？100ボルトの100ボルトの電流やったら、死ぬかね。即死だよ、即死。本当に申し訳ないんですけど、
本当に申し訳ないですけど。いや、100ボルトなら大丈夫だよ。あの、うん。200ボルトやばいよ。あの、要件のない人、落ちていただいていいですか。いや、宮崎勤めみたいな扱いやめてもらっていいですか。いや、違う、そうじゃなくて、要件。俺、宮崎勤めって話の内容がさっぱり見えないのよ。はいはい、バドさん。はい、聞こえてますよ。なんかちょっと、乱丸、お邪魔みたいなんで。はい。はい、あの、はい、次、あの、ご機会があれば。あ、ぜひぜひお願いします。はい。はい、申し訳ありません。なんか、荒らしてしまって。はい、あ、いえいえ、荒れてないですよ、全然。ありがとうございました。はい、皆さんもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとう。うん、火で声が。うん。え、うん、だから、はいはい。和道さんさ、でもさ、はい。あの、なんか、結構ガチャガチャガチャやってるけど、うん。な、結構何や、法律とか そっちら辺に詳しいんですか。いや、法律は詳しくないです、僕は。あ、そうなんですか。はい。うん。あ、花火ありがとうございます。ガチャガチャガチャやってるっていうのは、ドンチキドンチキ、どういうことなんですか。なガチャガチャやってると法律詳しいっていうのがなんか繋がらないんですけど、僕の中で。いや、なんか和道さんって俺、ね、今日 お初ですけど、はい、なんかいつもなんかガチャガチャやってるような感じがするんですけど、あのそのなんていうの、法律関係とか。いや、別に法律に語ってないですよ、僕全然。なんかそれ硬いことでやってるような放送してるような気配がして、ね、偏見バニーはちょっと、うん、あ、そうなんだ、うたいな、ちょっと、法律語ってんだ、うん、そうなんだ、のぼるさん、バニーちのだから、のぼるさんじゃない、座布団さん大丈夫ですか。いやー、ブリブリ、うん、あ、了解しよう、うん、ね、はい、はい、相手もありがとう、法律かよ、ねえ、じゃあ何、じゃあ何、じゃあ何、座布団さんどうなの、じゃあ座布団さん俺はどうなの、もしもし、ねえ、座布団さん、ねえ、ねえ、もしもし、みんな何、俺のことを舐めてんの、じゃあ喋るっていうよりは、うん、ちょっとスピリチュアルに行ってましたね、スピリチュアル、おお、スピリチュアルね。あの、和道さんが得意だわ。和道さんが得意じゃん、スピリチュアルは。なあ、和道さん得意だもんね。そんな得意じゃないですよ、スピリチュアルは。いや、よくやってない、よくやってないよ、スピリチュアルは。いや、やってないですね。偏見とか。うん。スピリチュアルバニー。うん。うん、えスピリチュアルバニー。僕、酔っ払い嫌いなんですよ。だってみんな酔っ払いじゃん、ここ。いや、だから。うん。うん、いや別に酔っ払ってないけど、うん、さあストロンが見えてるもんだってだこれ今1本目だから1本目それ覚醒、うん、1本目、うん、1本目だからこんなもん、うん、おめんの腐った部分を隠しとけこの1本丸々ですね、うん、いらねえから、はい、じゃあ登るブロックするからお前は。もしもし。おはようございます。おはようございます。
はようございます。おはようございます。和道さん、これつまんなくないですか？いや、めちゃめちゃつまんないですよ。和道さん、おはようございます。おはようございます。どうするっすか？お久しぶりです。春です。ん？春さん？うん、名前とサムネ変わったんですけど。あ、ごめんなさい、名前とサムネ変わっちゃうと分かんないな。どの春さんだろう。アイラ、名前とサムネ変わって何も分かんないだろ、絶対。あ、名前とサムネだって何も分かんないだろ。要素ゼロかよ。うん。でも何、その何、キャラは何？キャラが、そのキャラ好きなの？え、これですか？うん。あ、このサムネは、あの、名前、もサムネも変えろって言われて変えたんですけど、うん、たまたまこれしか持ってなかった。なんで俺上がってきたんでしたっけ？もうわかんねえわ。わかんないっすね、うん、っていうか朝からなんか、はい、あのいろんなお話しててなんかニコ生っぽいなとか思って見てて、で和道さんと全然話関係ないじゃんとか思っていやもうちょっとよくわかんないですね、うん、僕もちょっと収集つかなくなってて困ってるんですよ。うんうんうん、うん、だから声聞かれてる。ちょっと一言で表現すると、うん、あのふわっちの悪いところが全部出てる枠だと思うんですよこれ。あ、私見ててちょっと怖かったんで。ふわっちの一番悪いところが全面に出てる枠だと思いません、ね、これっていうか全パターン、ね、じゃあ、あの、うん、愉快な感じ、ね、じゃあ一人ずつ落ちましょう。ね？いや別に落ちる必要性はないんじゃないの？うん。いや、なんか和道さんと話したいから上がったんじゃないんですか皆さん。でも誰一人質問が来ないというか、うん、会話にならない状態で今ちょっとどうしたらいいか僕自身も困って。いや完全にバニーのせいだこれ。絶対バニーのせいだからこれは。ちょっと俺のせいすんの？バニーのせいだ。アホか。そうですね。なんかアホか。なんかし、なんか女性、ね、別にいいよ。じゃあ俺のせいでいいよ。うん、はい、どうぞ。はい、どうぞ。電球入れるとか怖いですから、ね、朝から。朝起きて和道さんの枠を。和道さん、怖い。聞こえてる？聞こえてますよ。聞こえてます。ありがとうございます。はい、僕はのぼるさんがちょっと興味ありますね。のぼるさんは、ちょっと、はい、いいなって思ってますね。ありがとうございます、はい、多分まあみんなのぼるさんとザブトンさん、多分のぼるさんが1番でザブトンさん2位って感じですよね。うん、のぼるさんはちょっと注目したいですね。ありがとうございます。でも和藤さんさ、はいはい、だから配信っていうのどう思ってます？じゃあそれを聞きたいですね。まず配信論ですか？配信論、いいね、うん、配信論ね。配信論、いや別にこんなん暇つぶしですよ。ああ、そう言っちゃう？いや、そうじゃないでしょ。何が違うんですか？だからそんな暇つぶしでこんな長いことずっとさ、はいはい、できるわけないから。うん。うん、いや暇つぶし、いや、自分もやってますけど、うん、はいはい、やってますけどね、はい、7年も8年もさ、うん、はい、いやだから あなたと違うところを聞きたいのよ和道さん。出せないよ。なんですか、あなたと違うところが聞きたいの、はい、意味日本語はよくわかんないですけど、あなたと違うところが聞きたい。いや日本語って俺日本人だけど俺別にメキシコ人でもアメリカ人でもね、イタリア人でも、ね、ないんですけど、ね、はい、あなたと違うとこを、俺と何が違うんですか？じゃあ、あなたのこと知らないです僕。俺も知らないんだけど、だから今知りたいと思ってコラボ上がってきたんだよ。はあ、うん、わかります？わかりません。ああ、はいはい、はい、何を言ってるか全然わかんないです。逃げたの初めて見た俺。バニーさんってイケイケなのかなと思ってたけど。何？バニーさんってイケイケなんだなって今まで思ってたけど、そうじゃなかったんだね。
だそんなん別に関係ねえよ。したこっちゃねえよ。まあ、ストレートの人間だったんだ。今したこっちゃねえよ。今、ストレート、のぼるさんからストレートパンチ食らったな。知ったこっちゃねえっつって、ストレートパンチ食らったな、今。でも、安心した。バニーさんも、話通じる人なんだなと思ってさ、逆に安心した。うん。これからバニーさん配信したら。ああ、逆にそう思ってくれる人は、うん、俺も安心したわ。うん。あ、はい、ありがとうございます。うん。うん、で、うん、そうやって座布団がね、座布団もらってから、こうやって。うん。多分一番怖い人だから。うん。座布団、一番怖いから。うん、うん、まあ俺らあのさ、みんなさ、みんなさ、暇なの？いや、暇だからやってんでしょ、もちろん。じゃなきゃ、だって時間を共有してるわけだから。いや、時間共有してるわけだからじゃなくて。暇って、暇って言えればね。もうほんとごめんね。ここにいる全員さ、自爆やってくんね、マジで。コラボ上げといて申し訳ないんだけど、ここから先何かは生まれないと思うよ。俺、この自枠もやってますけど、うん、でも、俺もやってますけど、でも、やっぱ、だってコラボ上がってれば、コラボ行きたいじゃないですか、大手さんがね。うん、で、いいんだけど、普通ね、うん、コラボ上がるときって何か、そう、話すネタだったり、会話だったり用意するのが、俺は通常の感覚として普通なんだよ。時間の無駄で頭にくるんだよね。そう、時間の無駄で頭に来るんじゃなくて、俺、この放送が今、ふわっちでナンバーワンの閲覧がある放送っていうのが、俺、本当にやばいと思ってて。この放送が今、一番見られてる放送なんだよ。で、そこに危機感持とうよ。座布団さんが、そうやってね、ふかしてさ、なんか、もう、なんかもう、すごいよな、本当な。頼むぜ、本当に。みんなのいや、いやだから、こっちも頼みますよ。じゃったら。なあ。ね、じゃあ、人任せにするの悪い癖だよ。本当に。大手こんなもんかよとか言って。なんだこれ、なんか来たぞ、これ。超ウルトラスーパーレアとか、なんだこれ。尊敬ありがとうございます。ありがとうございます。すげえ、なんだこれ。で、わかった。一旦整理させて、俺が6人も上げたから申し訳なかったんだけど、うん、ちょっとバニーさんだけ残して、一回落としていいですか、申し訳ないですけど。はい。ごめんなさいね。今度個別で絡みましょう。ありがとうございました。のぼるさんを通して。ありがとうございます。で、バニーってやつが。皆さん、ありがとうございます。一回、ありがとうございました。皆さんおはようございます。2018年3月の12日、朝の5時11分です。よろしくお願いします。アイテムありがとう。アイテムありがとう。ごめんね。ちょっと、さっきの枠、収集つかなかった。